身近な家族をどうしても自分の分身と思ってしまって、夫が、妻が、子供たちが違うことをしていると、知らせることは当たり前のことだけれど、相手が変わらないとイライラしてくる。なんで変わらないの？と、自分の分身のようになってしまって見ていられない。なんでわからんのと。ナザレのイエス様、身近な相手ほど気づいていくことをゆったりと見ていられますように願います。